1625年のフラマン人の男児を描いた肖像画。ドレスのスカートはどちらにもタックが入っているため、身体が大きくなってもゆとりがある。髪型と帽子は明らかに男性のもので、剣を履き、俳句のための赤いサンゴのネックレスをしているボストンの男児と女児。1755から1760年頃、ブリーチングとは一定の年齢を迎えた男児が初めて半ズボンや、 蝶ズボンを履く儀式、または、習慣のことを言う。16世紀半ばから19世紀後半、または20世紀初めにかけて、西洋社会における男児はおよそ2歳から8歳になるまでは、ガウンやドレスを着ており、ブリーチズを履く習慣がなかった。比較的細かな違いとはいえ様々な様式があり、現代の美術史やはその高度に従って、 肖像画に描かれた子供の性別を見分けることができる。ブリーチングは男子にとって重要な通過儀礼であり、周囲の人は大いに期待して、それを待ち望むとともに、実際にブリーチングを迎える時には、ささやかな縁を催して祝うものだった。男児の親が、それまで以上に子育てに関わる契機になることも多かった。男児が女児と同じようなドレスを着ていたことの由来は、 はっきりしていない。しかし例えば、トイレのしつけのためと説明されることはある。かつてのブリーチズやトラウザーズは、金具の留め方も複雑であり、おそらくそれを容易に脱ぐことができる年齢に達した、男人が初めて履くものだった。およそ1550年頃までは、大抵の成人男性があらゆる場面で、主樹の着丈の長いローブを身につけていた。 そのため男児が同じような装いをしていても、それが何か固有の現象であるかのようには言われなかった。ドレスは体が大きくなってもすぐ着られなくなるわけではなく、階級を問わずに衣服が現代よりはるかに高価であった時代には重宝された。分別のつく年齢は普通7歳前後と考えられており、この年齢になった男児はおよそどの時代でもブリーチングを済ませていた。 スペイン王フェリペ4世の息子であるアウストリア公、バルタサール・カルロスの肖像画は多く残っているが、6歳頃のものはブリーチ図を履いた姿で描かれている。労働者階級の子供にとっては、現代の恵まれた環境にある子供と比べて分かっていることが少ないとはいえ、ブリーチングが彼らが労働者としての人生を歩み始めることを意味したことに違いはない。 1761年の小説、トリストラムシャンディには、主人公が、半ズボンを履くことをめぐって両親が意見を戦わせる、場面があるが、このことはこの儀式をいつ行うかがだいぶ恣意的であった、ことを示唆している。17世紀のフランスの層でありその回想録で、知られる、フランソワ・ティモレオンド・ショアジは、18歳になるまで、女性の服装をしていたと考えられている。 19世紀後半には新しいズボンを履いた男児と大抵はその父親が一緒に記念写真を撮ることがよくあった。男児は新調した服を着て近所の人に見せて回りささやかな祝儀をもらうこともあった。男児だけでなく母親の友人たちも集まって男子が成長した姿を鑑賞するのであった。アンノースという未亡人が父を失い、肝、 そぞろの息子に送った1679年の手紙には、孫のブリーチングのことが詳細に書かれている。孫が、それまで着ていた服のことを、このアンノースは、コートと言っている。イングランドの男児女子はレノルズ、無垢の時代男児にとっても女児にとっても、成長するとまずその衣服の丈が短くなる。あるいは赤子の頃から着ている足よりも、長い丈の衣服を着なくなる。 この竹の長い服は、現代でも、洗礼服としてその名残がある。歩き始めたばかりの幼児が着るガウンは、肩のところに布状の細い紐や、飾り紐がついており、大人はこの手引き紐を操って、幼児の歩行を支えていた。この段階を過ぎても、近世ヨーロッパでは、富裕層が注文して作らせるような肖像画に、描かれる子供であれば、正確にそれが誰かは分かっていなくとも、 性別を判断することはそれほど難しくない。一方で、いわゆる風俗画では幼い子供は、よほど大きく描かれない限り細部まで描き込まれることはなく、画家も絵の中に子供の性別を明らかにするような道具をわざわざ描いたりしないものである。労働者階級の子供は、おそらく豊かな家柄の子供に比べれば、どちらの性別でも着るような服を、 お下がりできることが多かった。肖像画における服の色彩を見れば、大人同様にざっくりとした性別の判断基準となる。女児であれば白か淡い色合いで、男児であれば赤などもっと濃い色になる。おそらくこの傾向は、当時の風俗を完全に再現しているわけではないが、髪型の違いや、胸元、喉や首、腰、そして袖口の作りの違いなどはだいぶ正確だと言われている。 19世紀になると、おそらく子供時代の描かれ方が、感傷的になるためだが、男児か女児かを服装を見て判断することは難しくなる。髪型は依然として、最もわかりやすい手がかりであるものの、それも母親次第と言える。この時代になると、ブリーチングが儀式として残る地域でもその年齢は2歳か3歳頃まで低くなる。ほとんど時代を通じて男児は、 髪が短く、まっすぐにおろすことが普通である。一方で、女児は髪が長く、19世紀初めには特に肖像画のモデルになるような特別な場合には、大人のように髪をアップにすることもあった。この時代、髪をアップにすることそれ自体が思春期の女児にとっては、重要な通過儀礼であり、社会に出ていくことの一環であった。もっと幼い女児は常に長くおろすか。 髪を編んでいる。時として男児の帽子の下から長いカールした髪が覗いていることもある。男児で最も多いのは横分けで、女児の場合は真ん中分けである。女児のボディスは少なくとも上等のものであれば、大人が着る服と同じ作りであり、広い襟ぐりのものを着てネックレスをすることが一般的であった。男児は常にというわけではないが、ほとんどの場合、 首のところまで詰まった正面でボタン止めになっている前開きのドレスを着ていた。これは女児には稀な特徴である。ベルトもすることが普通で女性のドレスは V 字ウエストが一般的であった時代には幼い女児の服にもよくこのデザインが見られたが男児にはない。首元や袖口にリネンやレースを使うことは男女共に大人の服から取り入れたものである。 肖像画に描かれる服が決して日常的な服装ではなかったことは間違いないが、かといって一番良い服を着ていたかどうかも確かではない。ブリーチングを迎える前の貴族の子息がベルトに剣や担当を履いている例も見られる。シェイクスピアの冬物語に登場するシチリア王リオンディーズによる肖像画に関する次のセリフはあたかも常識のように語られているが、 それが純粋に二極のための存在であり、実際には描かれたはずがないことを示唆している。Looking on the lines of my boy's face, my sort, I did recoil twenty, three y e and r s a so myself and bridge, d h e in my green velvet coat, my dagger mazeld, best it should bite its master, and so prove too dangerous. 彼はまた、自分のドレスを、コートと呼ぶ。コートは、 フランスとイギリスの言葉であり、中世に遡れば、男性がかつて着ていたガウンのことであったが、男児の服としてその習慣が残っており、性別を判定するための様子がとなっている。普通男児が宝石をつけることはないが、もし身につける場合は、記事冒頭のフラマン人の男児がしているようなサンゴの、ネックレスなど、濃い色合いのものが多かった。サンゴは、当時の医学者から葉の発育に、 最適の素材と考えられており、ラトル、ガラガラ、ヤフエ、おしゃぶりなどと組み合わせたものが多くの肖像画に描かれている。肖像画ではごく幼いジョジもネックレスをしていることがあり、素材はパールが多い。バンダイクがチャールズ一世の子供たちを描いた肖像画ではネックレスの有無とドレスの色合いだけがブリーチング前のジェームズと妹エリザベスとを区別する根拠である。 一方でそれぞれ7歳と6歳のチャールズとメアリは、すでに大人と同じ装いをしている。性別を混同されないように、注文を受けた画家は男児には、男性的なおもちゃを持たせる傾向にあった。例えば太鼓やおもちゃの馬に振る鞭、弓などである。1637年に、バンダイクによって描かれた、チャールズ一世の子供たち。左から、メアリ、ブリーチング前のジェームズ。 チャールズ、エリザベス、アン18世紀後半には子育てについて新しい考え方が生まれ、衣服もそれにふさわしいと考えられるものが選ばれるようになった。幼児はフロックと呼ばれるリネンあるいはコットンでできた洗濯の可能な服を着た。イギリスやアメリカの男児は3歳頃から比較的丈の短いパンタロンやジャケットを着るようになった。ごく幼い間は、 スケルトンスーツという上着とズボンを組み合わせた服を着る習慣が登場した。これらはドレスに変わる初めての子供服であり、ヨーロッパ中で流行した薄いフロックを着た男児。地面の帽子と太鼓から性別がわかるスケルトンスーツは、ズボンとぴったりした上着を腰かもっと高い位置でボタンで留めるもので、20世紀初頭に登場するロンパースともまた異なる服である。しかし、 男児がドレスを着る文化は消滅せず、1920年代には再び一般的になった。この頃には膝丈のものが主流になり、下にパンタレットを履いて特に隠さないものだった。そしてやはり女児もこの格好をしていた。イギリス風のパンタロンとジャケットその後、19世紀半ばから男の子は成長してブリーチングを迎えると大抵ショーツを履くようになった。 ショーツはドレス同様に体が大きくなっても着ることができ、また安価であった。日カボッカーズも登場するのもこの頃である。イギリスなど一部の国では9歳から10歳になるまで男児の学校の制服にショーツが採用されていた。ブリーチング後でも男児の上着は大人ものより裾が短いが、これはスモーキングジャケットやスポーツジャケットなど、はじめは カジュアルな予想意として生まれ、その後定着した大人の着る、その短いジャケットに影響を与えた可能性もある。第一次世界大戦後には乳児を除けばドレスを男児が着る習慣はほぼ完全に廃れたと考えられる。ウィキメディアコモンズにはブリーチングに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。